ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はビリーライレージム出身のラフファイターブルーノ・アーリントンについて触れてまいります。イギリスポーツマス出身のブルーノ・アーリントンは軍隊除隊後ボクサーを経てビリーライレージムに入門。その後イギリスマットでプロレスラーとしてデビュー。独特の風貌でラフファイターとして活躍します。日本には1969年国際プロレス IWA 世界タッグ挑戦シリーズに一度だけ来日。イアン・キャンベルとのタッグで IWA 世界タッグに挑戦しています。その後もイギリスマットを中心にビリー・ライレージム仕込みの確かな技術で活動しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はビリーライレージム出身のラフファイターブルーノ・アーリントンについて触れてまいりました。